さあ、それじゃあブレスオブザワイルドの続きやっていきます。さあ、今回はいよいよ風の神獣版メドを解放しに行きましょう。じゃあまずはテバさんに話しかけてスタート。さあ、お久しぶりです。というか、お待たせしました。よー。さあ、いよいよ神獣版メドを止めに行く。お題は普通の矢じゃ歯が立たねえ、だから爆弾矢でぶっ壊すんだ。貴重なもんだから今回だけしかやれねえが、この爆弾矢を持って行け。さあ、爆弾矢 ×20 すごい。それと上空はクソ寒い寒いクソ寒い。寒さ対策や食べ物の準備はできてるんだろうな。オッケー。作戦は準備って、ちょっと待って。じゃあ作戦は、うん、メドウの攻撃は俺が引きつける。その間にお前は奴の砲台を壊すんだ。砲台は合計4つ、本体はバリアで包まれてるから狙うだけ無駄だ。とりあえず砲台を全部ぶっ壊してくれ。話はそれからだ。はい。うん。さあ準備って、うん、メドウの砲台をぶっ壊すための爆弾矢を忘れるな。それと上空はここよりも寒い、寒さ対策も忘れるなよ。リトの村なら爆弾矢も体感用の装備も売っている。体感装備がなけりゃそこの鍋で温かい料理でも作って持っていくことだな。お、なるほど。さあ準備ができたら行くぞ。オッケー。うん。よし。だがその前に一つ俺から質問させてくれ。何でしょう。リンク、お前はなぜそこまでしてメドウ討伐に協力してくれるんだ。ゼルダを救うため、村を救いたい、見ちゃいられない、なんとなく、なんとなくで B ボタンって。じゃあこの場合は、まあ村を救いたいって気持ちはあるけど、正直何かこうすごい被害を受けてるわけでもないんだよね。この場合はまあゼルダを救うためって言っておこうかな。ん？ゼルダ？100年前の村の英傑リーバル様がお仕えしたハイラル城の姫様と同じ名前だな。その人と今の神獣版メドウがどう関係あるのかは知らねえ。理由はどうあれ、リンクは俺と一緒にメドウをぶっ潰してくれる。そうだろ。はい。よし、そろそろ行くぞ。乗りな。お、わあ、いい感じ。おお、乗ってみたい。わあ、高い。うん。さあ着いたぞ。ここまで高いとさすがの俺でも凍えるぜ。よくここまで高く上がれますね。お、さあ、あれがバンメドウか。なんか上から見ると結構なんか緑っぽいっていうか、あー、上の方がダンジョンになってるってこと。うん。さあ鼻先には何かいけそうな感じがする。そしてあのでかいのが神獣バンメドウだ。おー、あれがバリア。またバリアか、小賢しい。どうしたリンク、ビビって声も出ないか。んなことねえよ。さて、作戦のおさらいをしようか。あの砲台が見えるか。俺がおとりになって砲台の攻撃を引きつける。その間にお前が爆弾屋で砲台を壊す。ここまでは OK だな。はい。一時退避したくなったら布を広げてひたすら上昇すれば捕まえて背中に乗せてやる。うん。それからメドウのバリアは狙うだけ無駄だ。近づきすぎて触るなよ。お、ってことは、だって狙われるのはテバさんでしょ。テバさんの方に行ったらヤバくない。あ、でも落ちちゃったら関係ないか。うん、なんかヤバそうだなと思ったらパラセールを広げて上の方に行きましょう。うん。さあ最後に何度も言うが、寒さ対策だけを忘れるなよ。うん、リトの服を着ていればなんとかなるでしょう。さあ準備ができたら行くぞ。行きます。準備する、飛行訓練場へ戻る、ここまで来て戻る。準備、うん、うん、しっかりな。さあ準備大切。お、最初から爆弾用装備している。そして2連休、これがあればなんとかなるはず。よし、じゃあ行きましょう。さあ準備は整ったか。だったら行くぞ。行きます。よし、じゃあ砲台を頼んだぞ。行け。お、さあ行くぞ。危ないのか。ちょっと待って、なんかピリリリってかなってるけど。さあパラセールを操りながら爆弾矢で全ての砲台を壊そう。近づきすぎて神獣版メドウのバリアに触らないように注意。はい。おお、お、怖っ。さあ撃っていきましょう。よし、ちょっと威力がどうだろう。今の威力を見るとこれ使った方がいいかな。
届いてない。さすが2連休の方がリーチあるかな。狙われてるぞ。お、はい、ちょっと待って、引きつけてくれるっていう話はどうなった。俺は、うん、2連休でしっかり長距離衝撃した方がいいかな。よし、いいぞ、うん、次、行こう。テバさん、おお、お、引きつけてるっぽい。わあ、ちょっと危ねえ。うん、なかなか掴んでくれないな、この状態だと。お、ちょっと待って、車線上に俺が入ってるんだけど。おお、怖。さあ降りていって、わしじゃよ。この場合は近いからなんとかなるでしょう。さあ威力の高い王家の弓でズドン、もう一発。うん、なんか距離によってパラセール使うと頑張りゲージが回復したりしなかったり。まあいいや。さあ次、ちょっと近くない？オッケー、次がラストだ。オッケー、背中に乗せてほしいんだよな。一回ガツンと上昇してみようか。うん、なかなか掴んでくれるわけではないのかな。お、大丈夫。めっちゃ狙われてるけど、近づけば乗せてもらえるかな。お、話す話す。ああ、お、あ、こうなるんだ、へえ。よし、じゃあ行きましょう。よし、じゃあ続行だ。任せた。オッケー。さあ距離が離れちゃったな。これはじゃあお得意の、さあゲルドの弓届くかな。うん、さすがにちょっときついか。じゃあ近づきましょう。よし。おー、怖。さてと、じゃあここまで来たらドスンと。よし、見事だ。やったぞ。バリアが消えた。だが、うまい。俺は奴の攻撃で怪我しちまった。悪いが飛行訓練場へ戻らせてくれ。心配するな、かすり傷だ。お前はすぐメドウへ向かえ。リンク、頑張れよ。さあ、なんとか侵入に成功できたかな。テバさんは残念ながら戦線離脱しちゃったけど、リンクは狙われることがなかったから、まあまあ簡単だったかな。さあ、ワープ地点としてここを登録します。うん、今回一回脱出してみたいんだよな。前回つい、お、見たことある顔だ。ま、君は必ずここに来ると思ってたけど、でも100年ってのは待たせすぎだよね。ガノンに乗っ取られたこのメドウを取り戻しに来たんだろう。それならまず内部の構造を示したマップを手に入れてごらんよ。
あれがマップの情報が入った誘導石だよ。あそこまで行けるかな。うん。さあ、というわけで今回リーバルさんが案内してくれるはず。前回はついそのまま勢いでやっちゃったけど、戦線を離脱した人たちに話しかけてみたいから、ダンジョン攻略できたら一旦脱出してみようかな。まあ、といってもこのダンジョンがなかなか大変。さあ、まずはお尻の方かな。お、さあ、目ん玉発見。あの目を攻撃して道を開いていきましょう。まあ普通の弓で十分だよね。お、そうだそうだ。じゃあ祠から宝箱に切り替えて。よし、さすがにこれ以上はないか。さあ、あれは意味深だけど、うん。お、さあ、上昇気流に乗る前にまずは、お、いるいる。うん。さあ、これはマグネキャッチ。わっわっとっと、危ない危ない。さあ、それじゃあまずはマップを手に入れましょう。さあ、今回の神獣マップ。お、今回も一応神獣操作ができるんだね。うん。よし、神獣のマップを手に入れたね。マップをよく見なよ。光ってる印が神獣バメドを制御する端末だ。メドを取り戻すためには制御端末を全部起動させなきゃいけない。おっと、できないとは言わせないよ。うん。さあ、リーバルさんはツンデレになってくれるのか。じゃあまずは、お、あ、そっかそっか、ガーディアンランスか。お、これはとりあえず傾ける。お、あ、バメドの傾きを変えるってそういうことか。なるほど、じゃあまずは水平にしておいた方がいいってことかな。うん。で、傾けるとこういうスライドするやつがグッといくと。じゃあまずはあそこに行きたいよね。さあ、あれを掴むにはこれを左側へ傾けさせたいから、こうかな。おーっと、わー、そっかそっか、感性が乗るからこうなるのか。おー、出たー、モリブリン系のなんとか。さて、目玉はあったあった。結構出てくるな。お、さあ、あれは、うん、ポコポコ出しよる。目はどこにある？ないかな。まあ、近づかないでおきましょう。すっごい斜めってる。よし、さあ、反対側に出ると、うん、さあ、ついつい気になるここ、登りきれない。頑張れ、頑張れないだと。ほら、傾きを直さないといけないっぽい。
さあ上昇気流、うん、さあ場所で言うとこの辺りはメドウの右肩というか右足あたりかな。うん、さああれはビタロックで止めたり動かすことができそうかな。あれは狙っちゃうか。さあいけるかな。うん、さあ上空に行けるかなと思ったけどちょっと中途半端なあたりだな。すごく横の風も強いし、登れるかな。さあ登った。あれはお中央制御装置。さあとりあえず高いところに行って様子を見ようかな。うん、何かありそうだけど。よし、じゃあ傾きを一旦直しましょう。ここにある上昇気流を使って何かないわけはないよな。傾かせてより高いところに飛んでいって反対側に登る的な。なかなか飛べないぞ。お、うん、ちょっと違うかもしれないけど、さあとりあえず高いところには登ってみたい。うん、さあ回転する部分は真ん中だけか。あそこに何か S って書いてあるかと思ったけど違った。うん、さあ最初に戻ってきて、じゃあもう一回あれトライしないと。ビタロックで止めることはできそうかな。っていうか普通に届きそうかな。ちょい無理か。また落ちたらやだからやめとこう。さあピタリここで止めて戻すというそういうプレイも重要かな。お、これは届くかな。こういう時はさあマスターソードくらえ。よし、さあ便利。さあ向こう側にはお宝が見え、あお宝じゃなくてスイッチだ。うん、さあお宝発見。スイッチを入れると何かが起こるかな。下の方にもお宝あるけど、うん、取ったら降りなきゃいけないような感じか。飛び越せるかな。お、わダメか。お、結構ボコブリン系のなんだっけ頭
出てこないな。さあ、あれは届くでしょうか。届かないっぽいな。これは傾き関係ないよね。うん、向こう側から傾かせて飛ぶってことか。届くかな。まあいいや。はい。あ、逆だった、ごめん。ちょっと無理っぽくない？あ、いけそう。おお、なんだ、いけるじゃん。お、うん。じゃあ一応もらっておくっていうか出しておこうかな。ボヨンハンマーか、まあいっか。いらないといえばいらないが。月光のナイフ置いてっちゃおうかな。月光のナイフを、ほい。よし。さあ、とりあえずこれを叩いて。お、さあ風が出てくる。うん。どうしようかな。叩いておいた方がいいのか、叩かない方がいいのか。お、お、さああれは届くかな。やった。さあ上昇気流が発生するなるはず。うん。これを使ってそこに行けってことか。 OK、 じゃあまずは傾きを直しましょう。そいや、残りの制御端末はあと4個だよ。先は長いね。うん。さあ、おられていく。さあ、制御端末はここからこっちか。向きをちゃんと確認しよう。さあ、翼で見ると、左に2つ、右に2つ。うん。さて、ここはどうやって開けたらいいのか。外から入ってくるってパターンかな。あの穴から？マジで？いけるのかな？あ、これか。さあ、これを入れて転がすと。転がすっていうか勝手に言ってくれたけど。頑張れ。頑張れってわけにいかないか。ここでコログの器を使えば結構いけちゃったりするかもしれないけど、持ってないからやめておこう。傾きはこうかな。ドン。うん。さあ、もう一回傾けて。そして風に流されて。なるほど。お、さあ鉄の玉が出てくる。それから、あそこにマグネキャッチは届かないような気がするけど、あれも傾きでなんとかしようっていう話か。ここからやるのかな。さあ来た。おお、怖っ。うん。おすごい、さすが磁力、壁貫通で。ここに置いて、おっと、ちゃんと押さえておこう。大丈夫かなこれ。お、いけた、よかった。
さあ、そしてちょっとフラフラしてるけど大丈夫かな。これって外側から入ってくるってこともできるんでしょうか。かなり難しそうだけど、何でもありのゲームだからできそうだな。さあ、そして、制御端末を触りましょう。残りの制御端末はあと3個。ほら、まだまだ。さあ、それじゃあ次は、もうちょっと下の方に制御端末があるな。この場合はここから行けるような場所とは思えないけど、どうだろう。無理だな。じゃあもう一回傾きを直して、さあ下の階層に行くにはどうしたらいいか。まあここから飛び降りるしかないかな。よし。さあ夜になったけど、あっちには行くべきかな。下のルートを通っていくためにはどうしたものか。狙える雰囲気がないな。あれ？なんかずれてる。まあいいや。たまになんか狙う場所がちょっとおかしくなる気がするけど、なんでだろう。さあこれに乗って傾ける。この場合はこうか。さあどこで止めるべきか。おお、怖え。さあ特に飛び降りる必要はなかったっていう。お、ラッキー。さあ意外とすんなり。残りの制御端末はあと2個だよ。へえ、もう少しじゃないか。さあ開いた。あれはなんだ？風を起こすやつか。お。わ。どこ行った？上から来た？ちょうど狙えないぞ。いつの間に。ほら、どこから落ちてきた。まあいっか。斜めになってるからこうなるのかな。さあこれは動かしてどこかにぶつければいいわけだけど、あれか、マグネキャッチで動かせないかな。
あ、これ金属じゃないんだ。なんだ。これは場所的にはここでいいような気がするけど。よし。当たってないよ。まあいいか。うん。さあ意外とあっさり。残りの制御端末はあと1個。驚いたね。ゴールは目前だよ。さあこれはたまたま傾けておいてここで止まってたからうまく風が当たったってことかな。さあお宝、反応が強いのはこの辺りだけど、ちょっと場所がわからないかな。見えてるけど上から行った方が簡単かな。登れるでしょうか。無理か。オッケー。よし。さあ残る端末は左の方か。じゃあ下の方に行くには、あそこにあるね。うん、直接風に乗っていくしかないって感じかな。さあそれじゃあ、あの結界というか怨念の沼をどうにかしないといけない。なんか結構いけちゃいそうな気もしないでもないけど、どうだろう。やってみる。おっと、これじゃなくて、うん、なんとかいけそうかな。大丈夫かなこれ。高いところから行った方が確実といえば確実だが、おお、ほい、もうちょい。まあいいでしょう。ちょっと行き過ぎ。今度はどの辺だ。お、さあ入れそうだけど。なるほど、こうなってたのか。やるね。制御端末はこれで全部だよ。メイン制御装置を起動させられるようになった。マップをよく見てごらん。新しく光っている大きな印があるはずだよ。そこへ向かうんだ。でもまだ安心しない方がいいな。うん。さあというわけで、全ての制御端末を操作して残すは宝箱だけか。こっちの方、あら、上の方で取りっぱぐれた。こうなってるからこうか。お、まぶしいからの、傾けて落ちてくる宝箱とかあるかもな。おっと、危ない。さあこれ頭ぶつけていく。
結構お宝探すの大変かもな。うん、この辺りは特に関係がないということかな。上か。斜めってるからちょっと乗りづらい。うん、さあ宝反応はこの辺りか。お、登れないんだここ。さあそこに行けばボス戦が始まっちゃうけど、お宝を探していきたい。こっちか。これはうう怖い。あったあった。よし、さあ傾きを直して、これはうん、どうやって戻るんだ。普通に行けばいいか。さてと、お宝がまだあるとかないとかそういうのわかるかな。うん、反応がないっぽいから大丈夫か。あ、ここまでか。じゃあ一旦尻尾の方に行きましょう。反応がなくなったっぽいから、宝箱は全部取れたかな。うん、さあ右の翼の方もこれで宝箱はないでしょう。おっと、あ、これ傾けるだけでよかったんだ。あれ、ああ、どういう理屈かわからないけど止まる。じゃあビタロック使ってよかったってことかな。うん、さあこれで4隅見て回ったから宝箱は全部取れたと言っても大丈夫でしょう。よし、それじゃあ一旦脱出してみようかな。でテバさんに会いに行って何かメッセージを聞いておきましょう。よし、それじゃあまずは脱出。さあ飛行訓練場に戻ってくる。お、さあテバさん、大丈夫ですか。お前か、俺としたことが情けねえ。足の傷は思ったよりも深そうだ。もう少しで神獣版メドを止められるってのに、畜生。うん、なるほど。ここでまたワープポイントっていうか、ワープを使えば入れるわけだよね。うん、よし、じゃあとりあえずこれでバンメドの中の宝箱と制御装置を動かしたからボス戦に行けるでしょう。